こんにちは、セナです。はい、ということで今日は久しぶりのすっぴんなんですけど、毎日メイクを撮りたいなと思って動画を回しました。で、久しぶりに実家に帰ってきてます。懐かしいこの画角。普段あのマツエクつけてるんですけど、マツエクがね取れてきちゃって、目がねめっちゃすっぴんみたいな感じなんですけど、今日は撮ろうと思ったかな、せっかくだし撮ります。こちら使ってるポーチ、これねめっちゃ汚れてるんですけど、シーンで買いました。ということで毎日メイクします。最近セナが使ってる化粧下地、こちらです。これ結構トーンアップするんでおすすめです。では塗っていきます。そう、ママとねララが今買い物に行ってて、20分ぐらいで帰ってきちゃうので、気持ちは15分でメイク終わらせようっていう気持ちでメイクをちょっとサクサクしていきたいと思います。最近毎日メイクセナ変わって、前してた毎日メイクとグレードが上がったんですけど、それをすることで全然違うので、ちょっとみんなにぜひ真似してほしいなと思って今日紹介しようと思いました。ちょっとした工程で顔ってほんと全然違うんだなって思いましたね。だからこれを見たあなたはラッキーです。セナハイトーンに最近したじゃないですか。今動画撮ってるのが9月1日なんですけど、3日前4日前か1週間前かどれか忘れちゃったんですけど、その日に質問コーナーの YouTube が上がったのね。で今ちょっと体重が 43.7 キロなんですけど、その時体重47ぐらいあったのね。今よりも4キロ太ってる時なんですけど、しかもハイトーンだし、なんかメイクも最近のメイクじゃないやつをだったから、顔がなんか全然違うなと思って、ちょっと皆さんこの前の動画と比較してほしいぐらい顔違うって思うんですけど、見てほしいです。だからこれ下地塗れたんで、そしたらティルティルの一番明るいやつの 17C これをファンデーションとして塗っていきます。最近ちょっとさ、外の撮影が多くて、1ヶ月前にミュージックサーカスで大阪で、あの西南ビーチで2日間ちょっとアンバサダーしてきたんですよ。そしたらめっちゃ焼けちゃって、やっぱりで海撮影とかもいろいろあって、なんかめっちゃ焼けちゃったんですよ。でそういうの今なんかラテギャルみたいな、白ギャルから今ラテギャルになってて、そう撮影してても肌がちょっとあんま白くないから漏れないなと思ってて、もうティルティルのファンデーションよりももうちょっと肌が白くなるファンデーションまで探してるんで、もしなんかいいのあれば皆さん DM かコメントしてください。はい、 OK、 今ファンデーションが塗れました。ちょっともう一回塗っとこ。 OK、 はい、塗れました。こんな、あとねティルティルかこちら使ってます。これもめっちゃいい、皆さんぜひ使ってみてください。 AGE ってやつ。あ、これの下地がこれね。したら次にお粉を塗るんですけど、崩れないように、それはこれ使ってます。これね名前読み方わかんないけど、これを普通に塗る。 OK、 はい、塗れました。そしたら眉毛を描く前にアイシャドウを塗るんですけど、アイシャドウはこちらです。マイミューズパレットアンティーククローズ01番です。これはダーリッチのアパレルブランドのプロデュースをしてるサキさんが出してるコスメなんですけど、この前展示会にセーナ行ってきてこちら購入したんですけど、めっちゃいい。これセーナはいつもピンクのアイシャドウなんですけど、アイシャドウの発色もちょうどよくてとっても愛用させてもらってます。ピンクのシャドウ上にねこう塗るんですけど、特にこだわりないです。まあ二重幅に塗るくらいかな。そしたら同じように涙袋にもこうやって描いて、はい、塗れた。なこっちのキラキラしてる隣のこれね、これね、セナはいつも縦幅を膨張するメイクをしてるので、縦だけに塗る、これ全然やるとやらないのと違います。全部に塗るのと真ん中だけに塗るので全然違うので、やるじゃんこうやって。そしたらねめっちゃいい感じ。そしたら次にこちらのアイシャドウ、これはティックルドピーチミニアイシャドウパレット、はい、こちらの白を使って涙袋を描いていくんですけど、ここねこの色を使ってちょっと笑って涙袋を描いていきます。そうするとほらだいぶ涙袋が出てきました。そしたら今度こちらシャキーンって出すと、ほら見てすごくない、形が塗りやすいんですよ細かいシャドウ。そしたらこの目尻のここに垂れ目のシャドウを塗ってきます。いわゆる三角ゾーンってやつですね。その日の気分によって変えてるんですけど、せやなこのパレットの結構茶色、ちゃんと発色する茶色の色を使って、これはちょっと本気なんで近くでこれすると一気にね垂れ目になるのでおすすめです。ほらこんな、はい、OK、 できた。
そしたら次セイナの毎日メイクで一番大事と言っても過言じゃない、ケイトのダブルライン。これ多分見たことある人たくさんいると思うんですけど、これでまず涙袋の影を描いていきます。そしたら綿棒でさっき描いたラインをぼかします。でこの涙袋の線の描き方のコツとしては、丸めに刺したいので目頭のギリギリのとこから描くってよりかは、ちょっと目頭からずらしてここだけ真ん中だけ引く。で目頭の部分は幅狭く描いて徐々に太く描いていきます。この涙袋の描き方だけで全然見え方違うので、皆さん要注意してください。こうしただけで目がより丸く見えます。はい、ここまでいったらもう本当あとはアイラインを描くんですけど、セイナはもうここ最近しばらくずっと茶色のアイライン使ってます。セイナはこの色が一番セイナの目に合うなと思いました。インテグレートスーパーキープリキッドアイライナー、これのブラウンを塗っていきます。最近はアイラインを長さが結構重要なんだなってことに気がついて、あんまり長くしすぎないようにこうやって描く。したらこっちも描きます。塗れた。そしたらちゃんと真ん中も埋めていきます。できました。こうアイライン引いただけで全然顔違うよ。そしたらこっからさらにグレードアップするんですけど、これ前もやってたかな、このケイトのさっき強化したアイラインを使って、さっき描いた茶色のシャドウの上から垂れ目ラインをここだけちょっと三角こうやって塗っていくの。そうするともっと垂れ目になるんで、同じようにこっちもいってきます。ほら OK。 そしたらマスカラを塗っていくんですけど、セナはいつもマツエクの上からマスカラを塗ってます。いつもやってもらってる渋谷タピスのエミさん、この方です。じゃん、この方にいつもやってもらってるんですけど、エミさんにやってもらうのと他の人にやってもらうと全然出来が違くて、これね、まつげってセナの中で顔の中で結構一番大事なパーツだなって思うぐらい、結構まつげで顔の状態が変わっちゃうので、いつもマツエクはエミさんにやってもらってます。デザインは垂れ目デザインで、真ん中は一番ギュインってなるカールで、目尻は垂れさせて J カールかな、ちょっと長めにして垂れ目デザインにしてるんですけど、上からちょっとマスカラをね塗ることによってマツエクの張りが出るので塗ってます。これマツエクあるないだけでも全然顔違う。なんかセイナちゃんは今年の夏遊びましたかとか、なんかお祭りとか行きましたかとか、スキピト行きましたかみたいな来るんですけど、今年はてないです。やっぱなんかお祭りとか誘われるじゃないですか、何この誘い方って思ったエピソードがあるんですけど、お祭りとかさ、まあデートそういうの誘ってくれるのはめっちゃ嬉しいんですけど、そういうのは結構誘われる時とかは直接的に言ってきてほしいの。普通になんかどことか行かないみたいな、お祭り行かないって言ってくればいいのに、なんか遠回しに誘ってくる人がいるんですけど、あんま深くは喋れないんだけど、なんかそのなんか行くのは全然いいから、なんか遠回しに言われるとなんか逆にちょっとなんか行きたくなくなっちゃうっていうか、なんか普通に素直に言ってくれればいいのにって思うんですけど、なんかそういう経験が結構多くて、なんかストレートに言ってくる人とか素直な人ってやっぱいいなって思う、なんかそういう経験をすると。はい、マスカラ塗れました。そしたら下にも塗っていくんですけど、こことここ横の目尻側だけにマスカラを塗る。ここだけ塗ると垂れ目効果があるので、最近はずっとこの目尻だけ。はい、そしたらコンシーラーを目頭に塗ることによって、セイナは目を丸くさせたいのでこれを塗るとね結構ね目丸くなるんですよ。だからいつも塗ってます。塗れた。そしたら眉毛を描いていくんですけど、これね眉毛描くやつは結構何でもこだわりないです。一番明るいのこれ実家にあったんでこれ使います。これを平行垂れ目気味に、でセイナは結構眉毛強調すると顔は強くなっちゃうので、あんまり強調しないように平行垂れ目気味に塗ります。ノーズシャドウ塗っていきます。ノーズシャドウは鼻先だけ、こうじゃなくてこうやって塗ると鼻先が高く見えるので、セイナはちょっと鼻先の上ぐらいをスタートに V の字に描いていく。上には絶対塗ってないんですよ。クリオのハイライトを使ってたんですけど、最近なくなっちゃって、こちらディオールのハイライト使っていきます。これはピンク以外のハイライトを適当にこう3色混ぜて鼻先に塗って、ハイライトだけここにも塗る。 OK。 そしたらシェーディング塗っていくんですけど、シェーディングはこちらキャンメイクのこの茶色のこれ使っていきます。やべ、ママ帰ってきた。これも気持ちいいニュアンスです。あとねこの下にやると結構いいです。そしたらここでセイナが昔やってた毎日メイクと違うポイントなんですけど、まずさっきノーズシャドウシェーディングこれで使ったやつで、鼻の下にちょっと塗っていくんですけど、塗った後に
縦線でここ本当にバレない程度影角度陣中これねカメラじゃ多分分かんないと思うんですけど結構マジ全然違うからやってみてください。影ぐらいの差でこうするとね三つ陣中短く見えるので、この唇の下これも結構全然違う。そしたらもう一個違うポイントはこれね、キャンメイクのこのライナースリムアイルジュライナー02番こちらを使って目ん玉の下だけに真ん中に線を描くんですよ。これするとめっちゃデカめ効果あるのと、おかえりじゃ、ララさん太ったの来てプラス3キロ太ってます、おめでとうございます。したらここさっき言ったところにこのラインを引くと全然違うんですよ。しかもポイントがこのラインで塗んないと結構目濃く見えちゃうんですけど、これで塗るとめっちゃ自然だからめっちゃおすすめ。このキャンメイクのこのライナーで塗るのが多分性能的にポイントかな。あ、次あれかチーク、ララ撮影の時たまに性能チーク塗ってる。そこ行った時にさ、チーク塗ったね。いつ？あれじゃない、エッグのさ、最後の撮影の時じゃない？ああ、塗ったね、あの時。チークは高い位置にチーク塗った方がなんか顔が盛れる。そしたら、鼻先にもチークを最近塗ってます。で、鼻先に塗るのおかしいなと思ってたんですけど、ここに塗ってる人を見て、めっちゃ可愛いなと思って、最近薄く塗ると通りな顔になります。あと顎にもちょっと。そしたら、唇の先にもちょっと塗ると陣中が短く見える。これマジでやってみてください。ハイライトはね、こうやってここに塗ってたんですけど、目の下のここに塗ると中顔面メイクになるので、この目の下、このやり方やってる人少ないと思うんですけど結構変わる。あともう一個大きな鍵はこちらです、ベターザパレット。これよくドンキに売ってると思うんですけど、このロム&のラメがたくさん入ってる。オレンジ買ってきたよ。ほんと？うん。この大粒のシャドウを涙袋の真ん中に塗るとまた中顔面がすごい短縮されて見えるの。これそしたらリップ、リップはこれサンローランのルージュビリッジシャインナンバー124番ということで、メイク終わったので髪の毛セットしていきます。はい、ということでメイクが終わりました。今リビングのお部屋があのテレビがついてるので洗面所に移動したんですけど、あとね、ライトが変わってるからちょっと顔さっきと違うかな。前回と変わったこととすれば、さっきのキャンメイクのダブルラインで黒目の下に塗ると結構目がクリッとした印象になるのと、鼻にもチークを塗るっていうのと、唇の先にも塗ることで結構生で見ると陣中短く見えて唇がクッて上がって見えるところです。あとは鼻の下のこの黒いシャドウを塗るところも変わったところ、さっきアイライン描いたんですけど、最近はあんまりこう垂れ目にしすぎないでこうじゃなくてこういう風に描くとセナの目はもっと大きい目に見えやすいなっていうことが判明したので最近そうしてます。あとはハイライトの位置かなっていう感じで、セナの毎日メイクこんな感じでした。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらセナのメイク参考にしてみてください。以上、セナの毎日メイクでした。バイバイ、見てくれてありがとう。バイニャー。